聖殿廃寺が乱廃寺聖殿廃寺跡は、岡山県岡山市中区聖殿にある仏教寺院の遺跡。国の史跡。聖殿廃寺跡は、岡山市外地の北東、竜の口山南独に位置する。遺跡の周辺では、河原辺が出土するなど古くからここに寺院跡があることが知られていたが、寺院の名称は記録がなく不明である。 古代紀美の豪族であった上等市の宇治寺の一つと推測される。この遺跡の周囲には、東神塚古墳などの古墳が数期見られ、備前国府跡や旗廃人跡もあり、この地域一帯は古墳時代から奈良時代にかけての古代紀美の中心地の一つであったと推定される。当初は7世紀前半に衝動が建造された。7世紀中央の飛鳥時代には、 本格的な寺院が営まれ、奈良時代に全盛期を迎えた。その後推備し、13世紀、鎌倉時代までは存続していた。以上のことが昭和45年の発掘調査で確認された。また、平成13年からの発掘調査で、室町時代にも何らかの仏教施設が存在したことが確認されている。昭和45年の発掘調査では、 寺院の規模が、おおむね一丁四方であることが分かり、近道、塔、西門、回廊、築地跡の一部が検出された。また、飛鳥時代と奈良時代の二度にわたって、大整備がなされていたことが判明した。発掘によって、奈良山菜などの陶磁器類、各時代の瓦、気壇の石材などの遺物が発掘された。塔の気壇には、業界岩、 断ただし石器弾が用いられており、これは機内中心部の有力寺院に見られる祈弾で、地方寺院では極めて珍しいものである。出土した奈良山菜や、唐の祈弾構造から、上等市と中央政権とのつながりの強さを見ることができる。寺院の北東には、画用跡も発見され、この寺院の瓦はここで焼かれた。平成13年12月からの発掘調査では、 寺院建造物の配置が確認され、前回の発掘調査で細門と思われていた建物は、斎藤と確認された。これにより、近藤の位置は、東西両島の中心線より東にずれていることが分かった。近藤は7世紀の飛鳥時代に建造され、基段の規模は、東西15.5メートル、南北12.6メートルであることが確認され、 14世紀に消防したと推定される。また、斎藤の北側に9個の礎石が検出されたが、これは室町時代に建てられた仏道と推測されている。調査の後、東西領等の基段が復元され、遺跡の整備がなされた。昭和47年に国の史跡に指定された。ありがとうございます。